さあ始まりました、石井一生です。石井中です。ナイナイチャンネルです。今回は2022年の、試合も終了したので印象に残った試合を、2人で話していこうと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。今年結構僕たち試合しましたよね。したよね。俺8試合したもん。8試合ですか。最後の3試合した。あ、そうか。そうか、8試合。何試合って僕、今日ですね。僕でも今年6、7か6だと。ああ、すげえ。すげえ、すげえ。はい、だと思います。いや、ほんとでも。試合ができるって本当ありがたいことですよ。確かに。このぐらいのペース。はい。印象に残った試合っていうか、まあ、まあ、今年の大一番は、まあね、この前の K1 だったんで、なんて言っても、まあ、決勝が一番印象に残ったというか、まあ、悔しい思いで、負けてしまったんで、そこが一番、印象に残ったというか、思いが強かったです。僕もちょうどその12月3日試合だったじゃないですか、うん、で、僕、来週、その次の週試合だったから、大阪でやっぱ、調整もあって見に行けなくて、ああで、アベマでも全部見てたんですけど、あ、そう、やっぱなんか精神的な状態も体の状態もやっぱなんか一番こう今まで見た中で安定してるような気がしてる、僕が見てる感じ で、うん、でやっぱすごい仕上がりも良さそうだったし、やっぱ 1,2 回戦見て決勝、やっぱまあ、決勝は僕正直、まあ、僕は一世君勝ったかなと思ったんですけど、でもやっぱりまあ決勝の相手の黒田選手も、うん、まあ、アウトボクシングですごい上手い選手で、ね、こうポイントゲッターというかそういう試合だったんで、僕もやっぱ見てて、あー頑張れってすごい熱くなりましたね。すぐ LINE くれたんですよ。でもそこ LINE しました。本当に見て終わって携帯見たら、もうなんか僕も頑張りますみたいな、熱くなりましたってすぐくれて、全部見てましたって LINE くれたんですけど、まあちょっと勝って繋いたかったですよね。いやでも、はい、僕の中のチャンピオンは一世君です。、まあ、まあいつかはい、ちゃんとやり返すんで、ね、はい、楽しみです。1回戦とか2回戦のダメージとかはどうだったんですか？ダメージは1回戦終わって、なんかこれがちょっとダメなところなんやけど、はい、1回戦の時に怪我したくなくて結構パンチメインで行ってしまった、ね、やっぱりなんか足怪我したら行ったやん、それで受ける時もちょっと柔らかいところで受けようみたいな、ここでちゃんと受けるみたいな、ここで受けようみたいな、痛くない受け方とかもしてしまって、なんかそこがちょっとペース配分で悪かったかなと思ったけど、そのおかげで2回戦は準決勝はもうノーダメージで、あー確かになんかすごい1回戦見て、で相手もやっぱり変則的だったですけど、めちゃめちゃ、うんうん、で結構パンチはすごいありそうな、うん、ありそうな感じだったんで、まあ、それをうまくこういなしながら最後やっぱ倒して勝ってたんで、まあ、ダメージは多分1回戦はなさそうかなと思って見てたんですけど、やっぱじゃあその通りだったんですか？うん、全くなくて、で池田選手の時は結構やり合ってたイメージありましたけど、そう、アッパー系すごかったですね、あれ。ただなんか打たれ強かったですね。あ、結構多分いいのも入ったんですけど、池田選手池田選手でかくないですか？めっちゃでかかった。ちょっと一人だけ階級違うのかなと思うぐらいでかかった。何キロあるかなっていうぐらいでかかったっすね。一人だけこんなトーナメントやってる子見てて。なんか向かい合ったらすごいでかかったっす。入場の時に、こっちとこっちにいるんですけど、先に僕が入場だったのかな確か。で、それ向かった時に、意外とでかいなと思って、リングでまたこう挨拶する時に。もっとできるみたいな。3級かなと思いました。いや、そうそう。2階級ぐらい違う体の大きさして、足もな、最初だからゴングなって手合わせた時にまあ最初はちょっとステップ踏みながら手足長いんで気をつけようと思って、そしたら意外と当たらないなっていう、こう自分の中では解釈してたんですけど、そっから伸びていったんで、おっみたいな、ここでも来るかみたいな、あ、じゃあもっと気をつけないとみたいなになって、で、まあ、怪我っていう怪我はそんなに自分が蹴ってちょっと痛めたぐらいで、あ、まあ
めちゃくちゃ試合ができないとかそんなダメージ全くなかった。結構来たじゃないですか、池田選手、うん、体やっぱ大きいから、うん、それを生かしてこうどんどん来て、その中でもやっぱこう有効だ一世君がすごいボディだったりとか、アッパーボディからフック投げたりアッパー投げたりとかで、ストレートも一回あれでしたね、はい、で結構あ、そうですそうです、そのシーンも見てて、まあ僕も見てて判定でなった時に一世君勝つだろうなと思って、うん、でまあダメージとかは結構まあやり合ってたからちょっとあるのかなとかも思いつつ、でやっぱ向こうのブロックの黒田選手も、うん、あの1回戦延長行ったりとかダメージあったよね、ダメージあった、お互いすごい多分やっぱ疲れてる状態での決勝戦だったと思うんで、うん、いやでも見た時に思ったのはこれお互い初戦かなと思うぐらい動きが良くて、うん、両選手決勝、そうですそうです、確かに、まあでも相手も多分腕痛かっただろうし、うん、俺も、まあ、痛いとこって言ったら右の方足が痛くて、でもなんか蹴らなくちゃ勝てないからすごいもう我慢して蹴ったんですけど、まあ、ちょうど腕で肘に当たることが何回もあって、うん、それで自爆しそうになったんですけど、もう最後ら辺はもう気力で打ったというか、まああの手輪がどこ取るか分かんないですけど、ダメージを取るんだったらミドルにもダメージがすごいあったんで、うん、あの確かダメージ、うん、グリッドダメージかな、なんか優先順位がどっちなのか分かんないですけど、ダメージじゃないですか、ダメージよね普通は、だからダメージなので取ってくれてるのかなと思ってたんですけど、なんかあと予想以上に蹴りがポイントつきづらいのかなっていうのはすごい感じましたね。なんかだからすごいこうダメージを負わせようと思って僕も蹴ったんで、そこはちょっと取ってくれてるのかなっていうあの印象で最後判定迎えて、最初に青黒だって言った時、俺グローブの色確認しましたもんね。俺赤みたいな。でえってなって次一世 IC って言われて、あまあ、こういうあれまあまあ接戦で、まあ次は俺だなみたいな、こうちょっと安心してしまって、またでそこでまた青って言われたんで、ええみたいな。僕もやっぱダメージ取るかなと思ってたから、ダメージで見るなら、うん、一世君の方がダメージを与えてたかなっていう印象があるんで、うん、やっぱ悔しかったです。俺がダメなところがもらっても痛くないから、こうもらってもその場合当てるみたいな、それ以上に強いのを当てるみたいなこう考えなんでダメなんですよ。なだかみたいにもらわないじゃないですか。それをできる、だからちょっと戦い方もまた変えなくちゃいけないなっていう、こう自分では思って、あのすごい勉強になったっていうか、なだかのこの前試合を見て思いました。それこそ本当にうまいなと思って解説しながら、なんかもらわないじゃないですか。俺なんかこうジャブ打ってきてジャブとか効かないから、もらってもそのまんま受けて返すみたいな、こう前のめりになって、だからそれも印象悪いっすよね。だからまあそこは本当、うん、ダメなとこです。やっぱその最後の本当にそういう接戦になってくると、やっぱジャッジの好みもやっぱあるじゃないですか。まあまあ確かに、やっぱ一世君はこう詰めて重い攻撃を出す、で黒田選手はこうサークリングしてヒットアンダーウェイみたいな、うん、こう当てて自分はこうなるべくもらわないようにっていうスタイルをこう、まあ、で両選手のこう良さが出たとはすごい思うんですけど、見てるすごい熱くなりました、ね、なんか江川選手と椿原選手の判定でちょっと基準が変わったって言ってたんで、そこはもう俺に取ってくれるのかなって思ったんですけど、まあ難しいとこです、今更何も言えないんであれですけど、でもそうです、次またやるチャンスがあればって感じですか、うんうん、ですね。僕の試合は K1 の YouTube に全部1回戦から決勝まで全部上がってるんで、ぜひ見てください。全部もう1回見返しました。見ました。一世君その12月だった試合、K1 で試合して、でその前がボムだったじゃないですか、うん、でボム終わった後にこう何回か映画とかで練習するときに、うん、拳とかあと膝とかすごい結構正直僕から見て、うん、結構なんていうんですかね、まあ、ボロボロじゃないですけど結構いろいろ痛いとこあってとか僕は見てたんで、うん、そこはどうだったんですか。まず拳はその8月の福岡大会の前にも怪我してて、すごいもう殴れない状態だったんですよ。あ、そんな前からだったんですか。練習も全部14オンスでやって、でずっと長引いてて、で右やったつ左やったりとか、なんかそれで結局今回もう診断書も出して、拳にはちゃんとしっかりナックルガードを入れさせて、あのなんかめちゃくちゃ柔らかいゲルみたいな、そうそう、はい、ゲルみたいなやつ入れて試合もしたんやけど、まあ拳はその対処をしていただいて、最初はなんかそれもダメって言われて、ただもうそれだと3試合したらやる可能性があるじゃないですか。でも殴れないとかなったら嫌だったってもうお願いして、
て、ケンワさんにはご理解いただいて、そうしてもらったのと、膝は、WBC の9月の時に、最後、1回目のダウン取った後に飛び膝式やったんですよ。そしたら相手のデコに当たって、自爆したんですよね。で、それめっちゃわかります。ダウン取って、ダウンってたとこう、ニュートラルコーナー行くじゃないですか。痛すぎて。で、この前の試合動画、このチャンネルも上がってるんで、あるんですけど、飛び膝した後の俺を見ててください。で、ニュートラルコーナー戻って、また行くときにちょっとステップでおかしいんですよ。で、終わった後にもう痛すぎて、初めてアドレナリン出てるのに、こんなに痛い。もう痛さが、多分これ、仕留めないと、長引いてたら。そう、もう、俺多分、無理だなって、歩けないなっていうぐらい痛かったんですよ。だから終わった後もうずっと痛すぎて、ロープにこうしてるんですよ。そのぐらい痛くて膝が、それがまだ治ってなくて、だからまだずっと治ってなくて、だから練習してる時膝、そうです、そうです、膝ずっと気にしてて、なんかこっち蹴られたらもう、とか、ミドルとミドルとかで膝と膝が当たってしたらもう、結構それが何回もあって、なんで今回走り込みとかでも、いつもこう、アヒルとかあるんですけど、それがずっとできなくて、坂道系が階段と。膝曲げるの痛いですもんね。そう。もうずっと痛くて、本当に、試合前も膝切り打ってないぐらい。で、2回戦目の池田選手の時に、なんか、太ももに三日月みたいな切り方する、やり方がある。そう、あれやってきて、俺も結構練習の時するんですけど、それしてくる選手今までいなかったんで、池田選手がそれしてきて、ちょうどこの膝の上ら辺に当たって、またちょっと痛かったんですよ。でも倒れるとかそんなやつは なかったですけど、終わった後が痛くてすごい。だからちょっとまたステップ踏みにくいなっていう、なんかこの膝ちょうど。だから、なんか、まあ周りには膝痛いことあんま言ってはなかったですけど、膝痛いこと知ってるのかなっていう、ピンポイントついてきたんで、どっから情報漏れたかなって。ないっすだからなんかそこは、まあまあ、そんなことはないでしょうけど。いやでもなんか、やっぱ怪我って選手、こう、まあ特にトーナメントもそうですけど、やっぱ、絶対避けられないじゃないですか。うん。それをやっぱ、まあ多分、こう、池田選手とか黒田選手、こう、いろんな選手、出場した選手も、まあどっかしら怪我してたかもしれないし、うん、確かに。まあ、そういうのはやっぱ、こう、そういうのも心理戦ですよね、それを含めて、うん。やっぱり。基本やっぱ言わないですか？言わないですね。まあ仲間にはもちろん言うと思うんですけど。うん、言わないですね。こうダメージとかやっぱあれですね、花道とか帰るときとかにやっぱビッグとか引いちゃうと痛まれるし、うん、だから今回2回戦池田選手の後にリング降りたら後輩龍之介が肩をこうもう支えて俺をこうやって降りてきたんですよ。なんかそれを見られたくないからもうやめろやめろ別に歩けないわけとかじゃないし、なんか急にこう支えてきて痛くもないし普通に歩けるのにこうあれしたからやめてやめてやめて、すごい逆にそれが作戦ローキックを蹴らせてそれに変わったみたいな常に心理戦みたいな。そうなんか、そういうのも大事。確か日本代表とか。はい、心理戦はやっぱどの競技でも大事ですよね、絶対。まあ今回その年末最後 K1 に出て、で今年1年を、まあ、終えるっていう感じだと思うんですけど、来年は、まあ、どういう試合、どういう年にしたいですか？まあ今年は負けに始まり負けで終わったんで、はい、いいでしょうか。1月花岡そうだ君に負けて、12月は黒田君に負けて、でまあね、本当にこの1敗っていうのがすごい自分の中で大きくて、今回本当勝ったら、勝ってチャンピオンになったら、まあ言いたいこともたくさんあったんですよね。でまあやっぱりリベンジしたいという気持ちがいっぱいあったので、まあ、ここで本当に負けるわけにはいかなかったんですよ俺は。だからちょっと遠回りかなっていう、こうまたちょっと面倒くさいなっていう、だからこの1敗が本当にもったいなくて、なんで、ね、ちょっと来年はスパンも短くちょっと試合したいなっていうのと、まあもう本当に僕にも残された時間少ないんで、まあ半端に詰めて、まあ、できる限り試合して、まあ、リベンジをどんどんして、まあもう本当にどんどん勝ち続けて、まあ、もっと盛り上げていかないと53票まあ、なんかも53キロですけど、どんどんね、格闘技界でバンタム級っていうのをもっともっと広めていかないといけないんで、そのためにまずは、来年、秋田相手にはリベンジしていきたいなと思います。皆さん、次も見てください。お願いします。
ということで以上、ナイナイチャンネルでした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。